一体なんだ、何がお前にそこまでさせるんだ。私にはお前が全く理解できない。すると魔法使いは言いました。簡単だよ魔王、僕には守りたいもの、守るべきものがあるんだ。それを思えば自然と体の底から無限の力が湧いてくるんだ。何度だって立ち上がれるんだ。さあ覚悟しろ魔王、僕はお前を倒す、そしてみんなを守る。魔法使いの聖なる稲妻を受け、断末魔の叫びをあげる魔王。長かった戦いはようやく終わったのです。正義の魔法使いになりたかった。ここはアルザーノ帝国の南方にある都市フェジテ。この町はアルザーノ帝国魔術学院と共に生まれ、共に発展してきた。アルザーノ帝国が魔導大国としてその名を馳せることになったのは、創立400年余りのアルザーノ帝国魔術学院の存在があってこそだ。おお、さすが学院の生徒さんだけある。大したもんだ。本当は魔術を学院の外で使うのは禁止なので、内緒にしてくださいね。もちろんだ、ありがとう。ルミア、ではごきげんよう。魔術の勉強頑張ってな。はい。学院は栄えある歴史を誇るだけでなく、常に最先端の魔術を学べる最高峰の学び屋として誉れ高く、また高名な魔術師は皆この学院の出身なのである。もうルミやったら先に行っててって言ったのに。システィーナお嬢様を置いていくなんて、しがない居候に過ぎない私にそんなことできませんわ。そういうの冗談でもやめてよね。私たちは家族なんだから。ごめんシスティー。ほんとよ。でも珍しいね、システィが忘れ物するなんて。ひょっとしてあのことかもね。ヒューイ先生、なんで急に辞めちゃったのかな。今日からは非常勤だけど、代わりの先生が来るんだって。知ってる。ヒューイ先生みたいな熱心な人がいいな。そうね、つい、どうしよう。
大丈夫だったかい、お嬢さんたち。遅い。怪我はないかい。いや、あなたこそ大丈夫？急に飛び出したら危ないから気をつけた方がいいよ。急に飛び出してきたのはそっちだったような。ダメだよ、システィだっていきなり魔術を打ったじゃない。ほら、ちゃんと謝って。ごめんなさい、申し訳ありませんでした。私からもお詫びします。まあ仕方ないな。俺はちょっとも悪くなくて、お前らに一方的に非があるのは確定的に明らかだけど、そこまで言うなら超特別に許してやらんでも。いや、お前どこかで。不妊初日から遅刻とは。だから反対だったのです。どこの馬の骨とも知れぬ男に非常勤とはいえこの学院の講師の職を与えるなどと。しかしハーレイ君、彼はあのセリカ・アルフォネア教授たっての推薦なんだよ。どういうことなの、もう半分以上授業時間過ぎてるじゃない。何かあったのかな。生徒はもちろんのこと、この学院の講師が遅刻するなんて前代未聞ではありませんこと。ま、ある意味大物だな。むしろろくでなしだろう。これはもう生徒を代表して一言文句を。ああ悪い悪い、遅れたわ。やっと来たわね。あなた、この学院の講師としての自覚を。違います、人違いです。人違いなわけないでしょ。いえ、人違いです。そんなわけ。この度非常勤講師となりこのクラスを受け持つことになったグレン・レーダスです。これから1ヶ月間皆さんの勉学のお手伝いをさせていただきます。特技と趣味は。挨拶はいいから早く授業を始めてくれませんか。まそりゃそうだな、仕事だしな。教授からの推薦状があれば問題なしだろう。いや、だからといって魔力のキャパもメモリも普通、魔術の系統適性も全て平凡、魔術師のクラスは第三回転ってとこかな。はあ、たかが第三回転の三流魔術師が講師